ジュールサポートのトンチェです。今回はですね、昨日の試合の振り返りってことで動画を撮りました。はい。で、昨日の結果は3対1で、サガン鳥栖対ジュビロ磐田3対1で、ジュビロ磐田が勝利することができました。はい。まず拍手を送りましょう。まあ、それで多分まだ順位は1つ上がっただけだと思いますが、まあ順位1つ上がって14位になりましたね。はい。それでまあ、ファビアン・ゴンザレスが2ゴールですね。で、まあ、3点目が、カンヌ直樹選手ですね。で、3対1ですね。トスが決めたときは、僕は、売店にいてたため、失点したところは見てませんでしたけども、まあ勝ち切ることができてよかったですね。これ1点目はね、なんかよく分かんなかったけど、相手がショートコーナー使ってきたんですけど、まあうまくね、上原力也が、まあ、うまくボールを奪って、前線にボールを上げて、うまくカウンターアタックで点取れてよかったですね。はい。の天気でね、雨が降ったり降んなかったりっていうので、まあね、ちょっとあいにくの天気だったんですけど、まあその中でも勝ち切ることができてよかったですね。次は3アウェーで、リーグ戦はアウェーで、陸上競技場っていうの、川崎フロンターレの試合がアウェーであります。その前にね、水曜日かな、天皇杯で6月22日、平塚レモンカモンスタジアム、平塚、まあ湘南ベルマーレで、天皇杯第3回戦がありますね。まあそこを勝って、まあリーグ戦に行けるように、まずは勝ちましょう。勝ちましょう。リーグ戦、天皇杯も勝って、リーグ戦も勝って、いい1週間に、今週みたいにいい1週間にできるようにしましょう。ということで、3対1、ジブラルタの勝利。ということで、まあ、アウェーってことでね、次はダゾーン観戦ですが、まあ、頑張って応援していきましょう。また上の順位に行けるようにね。ということで、はい、3対1で、ジブラルタ勝利。そして、14位に浮上しましたね。惜しいです。はい。まあ、ということで、次は天皇杯第3回戦、湘南ベルマーレ、それも勝って、次の土曜日7時からの
川崎フロンターレ戦も前回ホーム戦の時はね、川崎フロンターレに勝ってるのでね、アウェーでも勝てるように頑張り、まあテレビの前からですけど頑張って応援していきたいと思います。はい、ということでちょっと話が長くなっちゃいましたが、この辺で終わりたいと思います。次はリーグ戦は川崎フロンターレ、天皇杯は湘南ベルマーレ、どっちもいい週間にできるためにどっちも勝っていきましょうということで、挨拶が雑ですがこの辺でさよなら、終わります。